やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。では前回ね、最後の鍵で手に入れれる宝箱を回した時にここのイベントがあったんですよね。ジエゴ殿のね、グレイグとシルビアの、掛け合いがあって、それの続きというかそのサブストーリーを今回やっていこうかなと思います。なので今回から、サブストーリー、まあ例えばそうだな、今調べているのであれば海底王国とかデルカダールとかリーズレットの素材とかクレイモランの王女のお願い、マヤの救出、マヤの救出なんてあるんだ、へえ。なんか結構いろいろあるのでね、それをね全て、クリアしてから最後ニズゼルファと戦っていきたいと、そんな感じを思っております。これより先は町の領主ジエゴ様のお屋敷、ジエゴ様ならつい先日デルカダールからお帰りになったばかりだ。なるほど、っていう順番でいいと思うな。まあニズデルファはね、まあ正直そんなに結構強かったんだけど、前回がねもうなんかレベル99で倒してからパパただいま。誰だてめえてめえは我が息子ゴリアテ、どの面下げて帰ってきやがった。ひー、ごめんなさい。おいゴリアテ、てめえ何か勘違いしてねえか。てめえの騎士道ってやつで世界中を笑顔にできたのか。いえ、またです。だったらなぜ帰ってきやがった。てめえは大口叩いて出て行った。なのに夢を果たさぬままよくも抜け抜けと。そんな風にてめえを育てた覚えはねえぞ。パパ、まさかそれって。チッキちゃん、こんな体でなけりゃてめえをぶん殴ってたところだ。ありがとうパパ、ずっと私のことを認めてくれてたのね。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それには理由があるの。落ちた勇者の星のことか。確かに底知れねえ邪悪な気を感じるぜ。そう、あの黒い太陽が空にあっては人は心の底から笑えないの。だから私、黒い太陽を何とかする。そして明るい世界を取り戻して今度こそ夢を叶えてみせるわ。それでね、パパにお願いがあるの。あの邪悪な黒い太陽に立ち向かうためパパの力を貸してくれないかしら。師匠そう、グレイグそんなわけだから格好しちゃったな今世界は禍々しい気配に満ちています。この闇を払うため教えを乞いたいのです。こいつは傑作だ。十数年ぶりに顔を見せに来たと思えばこの俺に力を貸してほしいだと。いいだろう、あのデカブツをぶっ壊すまでとことんおめえらに協力してやら。パパ本当？おお、てめえみてえなドラ息子だろうがなんだろうが困ってる人を助けんのが騎士道ってもんだ。騎士に二言はねえ。よし、早速だが古より我が家に伝わりし大いなる試練を与えてやろう。大いなる試練ですか。そうだ、デルカコスタ地方にあるデルカダール神殿に黄金に輝く巨人が封印されている。
こいつに打ち勝ってこい。ただし普通に勝つだけじゃダメだ。おめえら二人で力を合わせて大魔神斬りでとどめを刺せ。見事試練を果たせばどんな強大な力にも立ち向かえる最強の武器が手に入るだろう。え、そうなの？あのデカブツにだって引けは取らねえはずだ。最強の武器が手に入るとなれば、がぜん燃え上がってきたわね。その試練受けて立とうじゃないの。うん、威勢がいいのだけは変わらねえな。デルカダール神殿の封印は俺が解いておくから、二人で協力してせいぜい頑張りな。はあ、なるほどね。じゃあそのデルカダール神殿とやらに行きましょうか。その大魔神斬りっていうのを二人でやんなきゃいけないわけなんですけど、それっていうのはちょっと待ってよ。どれだ、どこだそれ。デルカダール神殿だよね。どこ。石の村から行った方がいいな。じゃあだったら旅の扉の近くにあったところだよな、きっと。うわ、わかんねえ。ちょっと待てよ。めんどくさいな。面倒がくさいな。とりあえず石の村に戻ってきて、こっからなんですよね。そうだな。だから右側のデルタコスタ、デルカコスタ地方に行けってことだね。こんなところにでけえドラゴンいんじゃん。えぐ、こわ。こっちだね。大魔神斬りでとどめを刺せと。っていうことはだよ、2人で使えるのかな、その大魔神斬り。そこだけちゃんと確認しておかないとね、連携技で。あったあった、合ってるね。 OK、 よかった。僕の記憶は正しかったようだ。ここでね、お母さんの手紙が入ってたんですね。懐かしい、本当に懐かしい。もう5ヶ月くらい前の話だもんな。よし、まあその黄金の敵の前で、一旦シルビアとブレイグをパーティーに入れなきゃいけないんですけど、一発で倒せるのかしら。わかんないよな、そこら辺。2匹出てくる気がしたんだよな。ちょっと道具を整理しておきましょうか。奇跡の機能に渡すセイニャ、違う、セイニャじゃない、渡す、OK、メンバー全員か。ギリギリで使おう。じゃあよし、入れ替えとくかも。入れ替え、はい。まあベロニカさんはスタメンですよ、僕のお気に入りだからね。いっちゃん好き、ベロニカ。これどうしよう、連携でさ大魔神斬り覚えてないとか。そんなパターンはさすがにないよな。頼むよ。こっちだな。よっ。わあ、久しぶり。うお、びっくりした。コウモリか。9分。どっちに行きゃええんや、これは。
あ、インプじゃないですか。あ、あなたたち弱いね。近っ。行け、どっか行け、どっか行け。もう合ってるよな。あ、君たちもなんか凶暴化してんだね。サクッといけそうだけど、どうなのかしら。わあ、やめてこれ。お、あ、いますね。ちょっとじゃあゾーン入れとこうか。はい、使う。え、あ、そういうこと。グリグに戻しとこう。グリーグ、奇跡の雫はベロニカに渡しとくか。よし、ここね。ちょ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 、邪魔だな、アンダラ。ダマーン。じゃあ、武具を下せ。大魔神斬り。グレイが使えるシルビアとの連携技、大魔神斬りで倒せ。はい、では行くぞ、では行くぞ。よっしゃー。試練その1、試練その2が現れた。お、あ、グレイグなってんじゃん、ラッキー。道具、奇跡の木の実、シビア、これを。はい、これいっぱい。お前ゾウ切れんのかよ。ちょいちょっと一旦あなたはヨグランデ。じゃあえぐっ。ちょいちょっと待ってくれっつう話なんだけど、一回ベホマするか。一回ベホマ。片付けない。シルビアさん連携、まあないよな。うーん、まずいね。じゃあピンク台風とか使っちゃう。ローズ台風か。弱っ。イオグランデ。はいはい、オッケー。じゃあ使っていきましょう。奇跡の剣、はい、シルビア。待って、違うって。バカ、俺ってやつはバカかもしれない。バジマしかねえの。うん、あ、ナイス。天才か。え、ないじゃん。え、ないじゃん。大魔神斬りないじゃん。え、シルビアが使わないといけないとか、そういうパターンにで会ってくれ、頼むから。嘘でしょ、そんなことある。頼む、シルビア使えてくれ、頼むから、シルビア使えてくれ。これでも食いなさい。ないじゃん。俺何しに来たのここに。ちょっと待って、大魔神斬りがないっていう。調べるわ、調べる調べる、そんなことある。そんなことある。え、シルビアメタルギリないといかんってこと。おい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 、これ逃げれないっすか。じゃあ逃げれない、倒さないかい。倒さないかいやん。マジかよ。じゃあ倒していきましょう。メタルギリね。おいおい、そりゃ効いてないよ。グリグ死んじゃうって。うわ、グリグ死んじゃったじゃないか。頼むよベロニカ。何？えぐい。え、やばないそれ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。行くわよ。こんなはずじゃなかったんだよ。
なはずじゃないんだけどな、本当は。おい、もう一回挑戦しなきゃいけないじゃん。うわあ、ベホマラ強いな、お前のベホマラ。よくなんで頼むわ。はい、ドイツゆかり行く。あー強いって、君たち強くない、なんか。氷結乱撃、いや、あんま強ないな。はぁ、やばやば、なんか強くない。一旦ベホマラ、なんか最近こういう戦闘多いな。ちょい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 、やばいって。いや違う、出番かの。マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい。もう無理だよ。マヒャド、うわやばい、おじいちゃん、おじいちゃん、ちょっとちょ、やばいよマジで。MP がない、クソ。万能薬、ザオリクで生き返らせたとてだな。強すぎ、やばい。やば、マジで。神、お前に何ができるんだ。開始一中だ、開始一中しかない。ああ、マジで無理。ナイス、とっておきだ、ナイス。うわあ、死んだ。まだ俺たちここに来るの早かった説。マジかよ。じゃあ一旦ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。